どうもさんは、青木チャンネルだーん。今回なんですけども、第521回ロト7、当選結果見ていきたいと思います。でー、はい、今回なんですけども、521回のロト7の当選結果でございます。キャリーオーバー、まあ、若干少なめの2億円ぐらいなんですけども、全然嬉しいというところでございます。はい。まあ、とにもかくにもですね、まあ、しっかり買っております。そして今回ですね、私、1万4000円、前回当選させていただいておりますので、それを追加して、購入させていただいております。では、早速ですね、当選結果見ていきたいと思います。企画戦金。はい、では参りましょう。521回のロト7の当選結果でございます。まあ、ちょっと最近ね、あれ買いもマシになってきたかなというところではございますが、まだわからないんで見ていきたいと思います。では当選番号がこちら。え ?21、24、25、27、30、33、36、ボーナス数字331でございます。21番スタート来ちゃいましたね。これ今まで0回だったので、今、ロト7は10年目に差し掛かるところなんですけども、21、ついに出ちゃったというところでございます。ちょっとこれは、まあ、20番がね、4つあるので、まあ、そもそもあれ買いなんですけども、あれ買いだけども難易度が高いっていうのはもう、これも見たらわかるよね、というところですね。では、奇数偶数なんですけども、奇数偶数ということで、まあまあ、奇数が多いので、奇数偶数で見たら別に普通と。いうところです。で、出現の方がもちろんこうなると。20、20、20、20、30、30、30。アンベレラバというね、感じではございますね。まあちょっとこれ怖いなぁ。どうなんでしょうね。では、前回最後の先に解説見ていきたいんですが、それがこちらでございます。ここで列ごとに選んでいたとして上手に選ぶことができたとすれば、3、21、24、30、36ということで5等でございます。まあまあまあ、無難な感じなのかなと。で、出現エリアはこちらですと。で、出現エリア、まあ、一応エリア内は出てるもので言うと、21以外は全部出ているんですけども、ちょっと後ろにやっぱまあ、こうなったこうなるよねっていう形で寄ってるなというところでございます。で、前回最分のトップ5のみで選んだ場合どうだったのかこちら。21、24、27、30、36ということで、4等ですね。はい。なのでまあ4等、前回最後では4等を狙える。まあまあ、ダメだったとしても5等を狙えるというようなところかなと。では、出現が少ないアンダー5ですね。見ていきたいんですが、こちら。はい。やはりね、こうなりますよね。点灯が2列目、3列目。めちゃむずいよ。で、点灯自体はないんですけども、1列目21が出ているんですけども、これ0回だったものなので、次回からが一番若い番号で一番怖いのは21番だよっていう話になってきますね。22番がもう出ないんだよと。出てないんだよという話をせざるを得ないなと。これ本当、ある種、歴史が動いた1回だなという感じでございます。今年マジやばいですよね。本当に。で、出現エリアはこちらです。で、こちらももちろん、ちょっとね、ダメダメな感じで、もちろん赤いところから1個出ていて、紫のところが、3つなので、まあちょっとここ指標にしてたら今回きつかったなと。結構ここいい感じでね、ずっと最近良かったんですけどね、ちょっと何とも言えないなというところでございます。では、トレンド数ですね、直近10回のものを見ていくとこうなります。はい、ここも列ごとに上手に選んだとしたら、3、24、30、27、36で5等ですね。はい。5等。まあまあ5等は取れそうな感じなんだなっていうところはありますね。で、出現エリアなんですけども、こちら。はい、もうこれね、36以外はもう全滅でございます。全滅です。だからちょっと今このエリアとかで見るよりも、要はそのトレンドとか、前回細分とか、そういう立て付けの中の全ての数字で、まあどう選ぶかっていうのが、まあまあ今主力になってきてるのかなと。ではトレンド数字のみの番号だったらどうだったのこちらでございます。3、21、24、27、30、36ということで、4等ですね。だからまあ4等、5等か。今回は取れたとして。というところでございます。では行きましょう。私、今回ですね、追加分も購入しております。しっかり今から見ていただけたらと思います。では参りましょう。まず私、購入しております。エリア購入法網。まず一口目の削除数字枠、当選結果は、こちら!しゃー!
久しぶり大成功ということで、今回だから分母が、今までは通常だと37で、ここ10個選んでるので、うまいこと27個の中になってるということで、これは非常に楽しみでございます。では参りましょう。私エリア購入アミノ、まず一つ目、本命数字の当選結果はこちら、しゃーありがとうございます。ちょっとなんか後藤久しぶりな感じはありますが、まあまあ良かったねという感じでございますね。まあちょっとなんか後々またね解説させていただくので、そこでまた見ていただけたらわかるんですけど、ちょっと結構いい感じだったんだよねっていうところになるのかなというところでございます。では参りましょう。私追加分ですね、今から、やるのが追加分3つございます。行きましょう。まずはエリア購入法網、今日で購入しております。追加分のまず1口目、実質2口目でございます。まずは削除数字、当選結果はこちら、こうなるんですよ。今回は削除数字ね、あんまりいじっておりませんので、そのまま27個の中に全てが入った状態でのエリア購入法網今日組み替えたものでございます。では参りましょう。私が2口目に選んだ本命数字の当選結果はこちら、どうし惜しいよ。これ惜しくないですか。もうちょっとなんだよな。もうちょっと。ちょっとこう一つ当選で終わりたくないですよね、今回ね。はい。では参りましょう。私、エリア購入法、網、今日、3口目でございます。削除数字の当選結果は、こちら！ちょっと1個取られてんな、これ。もったいない。ここだけね、ちょっと入れ替えたんですよ。ここは、削除数字も含めてちょっと全部入れ替えてみようかというところだったんですけど、一つなので、まだいける。では参りましょう。私が購入したエリア購入法網、今日3つ目の本命数字の当選結果は、こちら、シュー、ごとーシャーあら、ごと2つ目。嬉しい、嬉しい。いい感じだ、いい感じだ。いい感じでございます。では参りましょう。私、次、これで最後ですね。エリア購入法、網、今日で購入した追加分4つ目の、削除数字枠の当選結果は、こちら！ま、これはね、いけてるんだということで、今回だから削除数字としては非常に良い傾向でございます。そして今からが最後の一口目。参りましょう。私購入したエリア購入法網、今日追加の4口目の最後の本命数字の当選結果はこちら、あらっす、やったー。はい、行きましょう。反省会でございます。はい、まあ、今回ね、一応3600円の持ち出しではあるんですよ。で、その中で5等が2つ、そして、6等が1個当たっておりますので、結構まあまあ悪くはないと。ただでも投資した金額、まあ前回の当選金なので、まああぶく銭ではありますが、まあ使った分考えたらまあまあ、どちらかというと悪い。でも一応僕としては3600円の持ち出しですというところなのかなと。まあだからまあ、黒字赤字の話をするとね、要はその買いで買った分で、まあ、試算していかないといけないので、全体で見たらもちろん赤字なんですけど、まあ、当選金使ってるから、なかったお金と、そもそも存在してないお金、それを使ってるというところを考えたまま、ただまあまあ、どちらかというと、僕として目指してるのは全体像での黒字になるので、まあまあ、ここもちゃんとね、反省会していかないとダメだね、というところでございます。では、出現の方、ここ一応見ておきましょう。それがこちらでございます。はい、共通点面白いですね。7列目だけ。珍しいですね。これ非常に面白い。7列目だけです。やばくないですか？あと、1、2、3、4、5、6、全部、ダメ。
全部違う。こんなことある。これめっちゃ稀ですよね。面白いですね。はい。で、変化法の予想ではどうだったんでしょうかということで、こちらでございます。はい、上手に選ぶことができた3、21、24、25、27、33、36で2等狙えてたんだよねっていう、ちょっと、で、今回、僕、その、削除数字は大成功していたので、まあ、状況的にはもうほとんどこれより、まあ、下手したら、この30個よりも、少ない状態でやってたんですよね。だから、ちょっと今度悔しい感あるんですよ。だから2等とか、まあ、極端な話、別に1等の可能性だってもちろんあったわけじゃないですか。削除数値が成功してるってことは。そこがちょっと悔いは残るよね、という感じですね。はい。では、私が考案した削除数字のまとめなんですけども、こちらでございます。はい、トップ5は33が入っていて、トレンドも33が入っていて、変化法は、30ですね。30だけ入った。で、トレンド3回以上の出現というのはもうこれオールクリアでございました。はい。で、今回ちょっとごめんなさい。超敵くんがですね、私解説動画で打ち込みしたと思うんですけども、そのちょっとデータ消え、要は編集データじゃないと、この台本に打ち込んでなかったんですよ。だから、ちょっと、証拠できないという状態でございまして、もしよかったら解説動画の方を見ていただけたら、もしかしたら多分打ったはずなんですよ。打ち込んだはずなんですけど、ちょっと僕はまだ確認できてなくて時間がなかったので、もしよかったらまあそちら見ていただけたらいいかなと思っております。はい、では、521回の当選をね、振り返っていきたいんですが、それがこちらでございます。まず、1等一口出てるんですよね。6億3852万飛び100円。おめでとうございます。いや、これ当てたの本当に僕価値あると思います。どうやったのっていう、ちょっとクイックピック色すごいよねっていう感じなんですけど、21番銭湯っていうのは、まず統計データとかに精通してるので、多分ほぼほぼ選ばないと思うんですよ。だから、クイックピックなのか、超初心者さんが適当に選んだか。あんまこの二つなのかなと。まあ、クイックピックって言っても、ま、いろいろね、売り場のクイックピックもあれば、楽天とかその銀行系で買える、宝くじのクイックピックもあるだろうし、まあ、全部機能は一緒じゃないと思うんですよね。だから、マジ価値あります。そしてこのゴールデンウィーク中にね、ゴールデンウィーク明けに、急に、おい、俺、億万長者になったんだけどっていう、面白い、ね、すごいですね。面白いというか、面白いですね。ある種面白いですね。人生がゴールデンウィーク中に変わっちゃったっていう素敵なお話でございます。はい、いや、本当におめでとうございます。はい、そして、2等が8口出ておりまして、845万6400円。3等が135口出ておりまして、70万飛び1500円。4等が5258口で1万飛び500円。で、5等が8万飛び122口で1700円。6等が147891口で1100円ということで、まあ、こんだけ難しかったので、まあ、ちょっと1000ね、いつもマット大体悪い時なんか900円とかってなってるんですけど、まあ1100円でまあまあいい方なんだねというところで、まあ今回難しかったのかなと思います。で、これが僕の今回の解明なんですけど、まず1つ目、で次これ2つ目、で、3つ目、で、4つ目ですね。で、一応、当てたところとかをポッ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 と出していくとなんですけど、結構いい感じ寄せては入れたんですけど、ただ一部やっぱパンパンって飛んじゃってたりとかしてたので、ちょっと惜しいよねっていうところではあったんですけど、一応今回は、まあ、最近ちょっと解説でもちゃんと言ってますけども、まあ、番号を選ぶときどこから選んでますかっていう話がトレンドのトップ5ですね。いわゆる、まあ、トレンド数字全部出ちゃってまーす、みたいな感じの、列子から、まあ、だいたい2個抜いて、1個抜いて、2個抜いてとかっていう、その、ちょっとランダムにね、この列抜かないでまた2個抜くみたいな、そういう選び方してる。ただ、じゃあ、どれとどれ選んでるかって言ったら、まあ、その特に決めてはないので、そこら辺難しいんですけど、ただでも、僕、このロト7に関しましては、積極的に連番狙ってってますね。例えば22選んだら、じゃあ、21か23入れとこうって、じゃあそのランキング見たときに同じ列のところに22があって、例えば違うランクの3位とかのところに21があったら、あ、じゃあ21にしよう、みたいな感じで、まあ選ぶようにはしてます。全部じゃないですけどね。そういう風な選び方は意識的にするようにはしてるというところですね。まあ、あとはまあもちろん削除数字にもよって当選結果というのはすごく左右されるものなので、まあ、最近ね、削除数値すごく下手くそなんだよね、みたいな話よくさせていただいてるんですけど、しっかりですね、まあ、
厳選して選ぶようにしてるのと、まあ、あとその迷った時はもういいやこれでいっちゃえみたいな感じである程度こう渋く決めてます。あのガンともうこれでいこうみたいな感じで、でもうこれでダメだったらもうまた次回来週あるしみたいな感じで、あんまりこう一個に対してもう不必要に集中して不必要に時間使っちゃったりとかしないようにしてます。それやるとあのしんどくならないです。あのあんだけ予想に時間かかってあんだけ熱量を注いで予想したのに当たらないなんてなんでだよとか言ってやめたくなったりするわけじゃないですか。だからそういうのはちょっとできるだけ僕の中ではやめるようにしていて、まあ自分の中で指標を出してるからそこから選ぶみたいな感じですね。削除数字にしてもそうですけど、まあやっぱりこうここで自分でこう解説してるんだからここから選んだらいいじゃんって。で別にね削除数字これですとかでこそれが全部当選1したことないから、まあ1個や2個ぐらいはね、当選1の番号入ったりするんですけど、じゃあ5個あって2個やったら3つ選ぶ、そっかうまいことね、わかんないですよ、たまたまかもしれないですけど3つ選ぶことができれば、うん、別にそれはそれで成功なので、まあそういう風に、まあある程度もうその後悔というかこう深くこうね、入り込まない。かつ、まあ一応大元出してくから。だからそこで、まあで、外れたまた次回やっちゃえ。ぐらいの、踏み込み続きず甘く見すぎずぐらいのちょうどこうなんかちょうどいいぐらいのね、バランスで一応やってはおります。はい、まあとにかく今回ね、キャリーオーバー本当6億円使わなかった、本当すごいですね、おめでとうございます。そしてキャリーオーバーなくなっちゃったねっていうことで、ちょっと物寂しいところではあるんですけども、まあとはいえですね、まあまた溜まっていくだろうし、また難しい回なんかも出てくるだろうし、ただでもちょっと今回ね、ちょ1等は難しかったなって感じですよね。だから2等あたりとかはまだなんとか取れるかなみたいな、まあ解説でも言ってたんですけど、三つ三つのパターン結構多いよねっていうので、今回四つ三つ来てるんで、ちょっと、いやまあ選ぶ分には超あれかいだし、難易度も高いし、みたいなとこではあったんですけど、まあ、一等無理だけど二等ぐらいは取れたんじゃないと思いつつ、まあ自分取れてないんであれですけど、今のところまあ、ありがたいことでね、当選も続いておりますので、また次回ですね、今回の当選金はまた、そのまま使うという形で、まあちょっとありがたいですよね。その何度も何度もちょっとボリュームアップさせるような感じで。で、まあある程度最近思うのが、本当にこれ、今年入ってから当選金全部そのまま使いますみたいな話させていただいたんですけど、まあ実体験として、実際じゃあ僕、エリア購入法網っていう買い方をしていて、12口買うんですけど、じゃあそれが倍あったら24口だし、そのさらに倍あったら36口だしって考えると、意図的に増やしにくいのはあるんですけど、当選金そのまま回すということをして、幅広くすることによって、結構まあ当たる機会も増えてきておりますので、まあそういう意味で言うと、やはりまあ、そもそもエリア購入法網っていうのは、全部の数字使うよっていう強みもあるんですけども、運が転がり込んでくる設計になってくるんですよね。まあ実際やった方だったらわかると思うんですけど、自分の並び方、そうじゃない、その、自分が選んだものが勝手にランダムに入れ替わるっていう、まあちょっとその、マイクイックピック的なところがあったりするので、そういうところを、まあ巧みに使いこなすには、やはり多少の量はいるよねっていうのがあるので、まああんまり個人的に別に皆さんもそうしましょうねっていうお話はしませんが、まあ当選金そのまま使うなどとして、まあちょっといわゆる実験的なもので、まあ存在しなかった、まあラッキーで手に入れたお金で、まあじゃあ10万円とか20万円当たりますそれ使いますかってそういうわけじゃないんですけど、まあ今のところ僕4等までのお金は全部それ使ってもいいかなとは思っているので、そういう意味で言うと、まあちょっとボリュームというものも多少は意識しないといけないのかなとは、まあ思ってます。ただ、できるだけね、20口内ぐらいで、1等とか、まあ、2等、3等ぐらいを取れるように、なんかこう攻略法だったり、解説だったり、っていうのをまあ心がけてはやっていきたいなとは思っております。はい、では、皆様。まあ、ちょっと今回ね、悔しい思いした方もたくさんいらっしゃるでしょうし、まあ、いや、とはいえ4等取れました、みたいな方も中にはいらっしゃると思うんですけども、まあ、あんまりね、こう、なんか、くっそーみたいになると、やめたいなとか、もうやだな、みたいになっちゃうんで、まあ、気軽に。まあこういう時もあるよねって、まあ結構普段も外してるしと同じぐらいの感じで見てもいいんじゃないかなとは思っております。では皆様、来週のロット7でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。